んちゃん。まおいママさんのコンピューターがなんかぶっ壊れちゃってですね、すずりの、商品アップにだいぶ苦労しています。今このタブレットが活躍を始めました。コンピューター壊れる、なんでこの時期に壊れるかね。はい、ジャンクおいで、ジャンクおいで。そしてですね、昨日の、ワクチン注射の後、ちょっと肩が痛いのはまあいつも通りなんですが、夜中にね、寒くて寝られないっていうのがありました。これね、寝る直前にちょっと自転車で、行き来したので、腰に、なんていうの、あのスースーするやつ、筋肉痛を治めるやつね、あれ塗ったんですよね。それがエアコンと反応したかなんかわかんないんだけど、背中寒い寒いって言って出られなかったです。これは、なんとか反応度はないのかな。そして今日も眠いです。このドロドロに眠い感じっていうのは、なんとか反応なのかな。前にもそうだったもんね。明日ぐらいには治るかな。それとね、暑いんだよね。もう暑すぎてたまらんっす。はい、とんちゃん、やくもおいでね。はい、さすがに今日は暑いので、この二人はこっちの部屋から出て行っていませんね。ジャン君、今ね29度、 29.8 度です。エアコン効いているのに。はい、もうちょっと涼しくするか。でも省エネをしてくださいって言っていたけど、どうだったんだっけね。はい、ジャン君。うん、多分コロナのワクチンのせいではないと思うけど、体中が痛いのは自転車のせいだね、きっとね。腕だけは別の痛みで、あとはなんかね、筋肉痛だな、やっぱり。よいしょ。頑張って自転車で行って帰ってきたけど、その時はね、そんなでもないのに、翌日にいっぱい出るね。年だね。そして、これをケーキにお腹が引っ込むといいね。ね。こんちゃんも。こんちゃん。眠い。じゃんか。今日も暑かったね。
ジャン君、ジャン君、ジャン君、ジャン君はでも偉かったよね、ずっとこっちの部屋にいてね。ジャン君、一瞬向こうに行ったけど、ポンちゃん呼んできて、なんかそこにいると思うよ、あの辺。ポンちゃん、だいぶ下がったけどね。ポンちゃん、はい、30度まで下がったよ。はい、ポンちゃん、お帰り。はい、いい子たちです。寝ますよ、もう。そんなに暑くなくなってきたしね。そう、お外はだいぶ暑くなってきたよ。おやすみ。おやすみ。